はい、とりあえず荷物置きました。こんな感じで全部オープンにできるんですよね。まあけど虫入ってくるかもしれないからこの後閉じますね。雨もすごいし。ちなみに友人たちは奥の方かな、奥の方のテントサイト行ってるんですけど、テントサイトはね空いてます。ただこのコテージですね、小屋付きサイトがもう3ヶ月いっぱいなんで、今日はちょっとしんどいですね、テントだとね。若干雨漏りがね気になりますね。ちょうどタープの中心なんで、ここのスペースは使いたいスペースなんで気になりますわ。とにかく止めらんないのかな。はい、とりあえず一旦こんな感じで収まりました。今回あんまりちょっと荷物は出さずシンプルでいきたいと思います。シンプルでもないか。で、ここで今回新たに購入したキャンプ用品、キャンプギアを紹介いたします。これ買っちゃいました。これ前回友人が使ってるの見てすごいいいなと思って買っちゃいました。ファイアテーブルって言うんですかね。と、そしてこのキャプテンスタックの、ものすごく売れているローテーブルって言うんですか、アルミロールテーブルで、この鉄鍋は、まあ、パスタとか茹でるときに前回トロトロになっちゃったんで、多少ピザ焼くのに使えたり、いろいろ用途あるかなと思って、少し浅めの鍋ですね。いつちょっと使うかわかんないですけど、買いました。で、これいいですよね。これホームセンターで見たんですよ。ホームセンターで見て、すごい可愛いマグあるなと思って、ネットでアマゾンで買ったら間違えて、赤買っちゃったんで、黒買うつもりがなんか間違えて赤買っちゃったんで、これは女性メンバーに差し上げます。二つきね。それともう一つ、これですね。この銅のマグカップ。今まで使ってたのこれなんですけど、やっぱりね、ちょっとちっちゃいんですよね。ちっちゃくてビールとか飲むとき、一口二口で終わっちゃうんで、なんか寂しいなと思って、大きめの銅のマグカップを買ってみました。ちっちゃい方のカップはおそらく日本酒とかワインとか、あとチェイサー用の水を飲むときに使おうかなと。思います。本当はもう一つね、ありました。照明買ったんですけど、ルーメナーの、ともう一個、明るめの、アマゾンのすごい安い照明買ってみたんですけど、なんか持ってくるの忘れましたね、今日。びっくり、これ。雨が少し落ち着いたので少しだけ、歩いてみます。あれちょっと降ってきたかな、そういう話をしてきたらポツポツ言い出したな。いやー、ここの時点でいい雰囲気ですな。トイレかな、これは。我々の小屋が上で、下がテントサイトですね。あ、お店かなこれ。こう抜けると、あれフリーサイトじゃないか、区画サイトか、区画サイトっぽいですね。奥が区画サイトのトイレですね。で、奥が区画サイトですね。ここいいですね。天気良ければここで座りながらお酒とか飲めた感じですね。すごいわ。これはおそらく炊事場ですね。なんか休む椅子があるというか、ちょっと飲めるスペースありますね。はい、炊事場からも。で、下がまた、あ、下フリーサイトかな、あれは。あそこはフリーサイトっぽいですね。ラインが見えないもんな。全サイト、あ、違うか、反対側もあるのか。こっち側のサイトはかなり景色がいいですね。すべての場所、こ
ちらがキャンプサイト用のお手洗いですね。あ、ウォシュレットついてますね。いやー、トイレ綺麗だとね、やっぱり助かるんですよね。こういう年齢になってくると。トイレ綺麗。相当綺麗。蚊が。先ほどの区画サイトをさらに歩くと、もう一個サイトがありました。あっちだと景色どうなんだろうな。ちょっと遠いんで、雨降ってきたのと遠いんで、こういう感じですね。こういう感じで、甲府の街が見下ろせる。あっちまでちょっと行く勇気がないです、今。雨がやばい。今3時過ぎぐらいなんですけど、ちょっと眠たすぎたので、このまんまじゃ寝ちゃうと思ったので、ほったらかし温泉入ってきます。入った後余計眠くなりそうだけどね、空いてたらいいな。はい、着きました。あっちの湯とこっちの湯があるんですけど、なんか初心者はね、あっちの湯がいいらしいそうなので、あっちの湯入ってみます。この後はもちろん動画撮影できないので、ここで一旦失礼します。楽しみですね。気持ちかった。俺日帰り温泉って初めてかな。いや、あのね、すぐ出るかなと思ったんですよ。10分20分で。それが思いのほか、まあ、ぬるま湯で長く入れて景色がすごい良くて、空いてたのもありますけど、30分以上いたな。で、昨日車中泊してるんで、もうギトギトになった。私の出汁が、すごい出たんじゃないかなと思います。もうね、シャワーとか浴びるときに、わしゃ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 、うわっ、うわーって言いながらもうシャワー浴びたもん。この後にキャンプ場に戻って焚き火ができるなんて本当に贅沢。マジでおすすめだわ、ここ。本当おすすめ、おすすめ。戻ってきたらもうやばいっす、雨が。もう雨漏りが半端じゃない。ではちょっとこれから焚き火とかできるかな。もう飯5時ぐらいなんで作り始めたいと思います。まず焚き火しようかな。悩みどころです。とりあえず焚き火始めて火を起こしておいて、こっちにもですね、バーベキューで、いやー、ファイヤーテーブル使っちゃってますよ。ファイヤーテーブル、ついに私がファイヤーテーブルを使う時が来るなんて思ってもみなかった。で、晩飯、こちらですね。ちょっとね、ここまで動画がまた長くなるんで、次回、セブンイレブンの、セブンイレブン縛りのディナーをお送りしたいと思いますので、よかったら後半も概要欄から、ご覧いただけたら嬉しいです。ではまた次回、よかったらチャンネル登録、高評価などよろしくお願いします。またね。いただきます。これもね、絶対美味しいの分かる。やだな、やだな、怖いな。エビチリ怖い。